はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第75回でございます。で今回のテーマがね、ハイチがまるに出ますと。であとひとまず報告、下にリンクを貼っておきますと。で、まあ、そこもね、話し始める前に、まあ、右下の謝るとこですよ。まあ、大人の事情でアップ日がね、3月2日になりましたと書いてあるんですが、 あの本当はね、いつも聞いてくださってる方はご存知かと思うんですけど、このダラダラジオは日曜日の夜8時、20時にアップするって決めてるんですね。で、今回、あの、ツイッターではね、何回もあの、言わせてもらってたんですけど、あの、大人の事情で、1日に、昨日ね、1日にアップすることができなかったんです。はい。で、その大人の事情も話します、途中で。ちゃんと話すからね。 でなので3月2日にアップ m e がねまずずれ込んでしまったことをね申し訳なかったですもしかしたらねこう Twitter とか見てない方は「あれ?」ってなんでないの今日ってね思われた方いらっしゃったかもしれないので本当にね申し訳ありませんでしたでは本題にいきましょうでもね今回は、えー、完全なね報告そして告知です <laughs> それだけかよって話なんだけどでもすごい大事なことなんでもしよかったら聞いてくださいあ,のあんまり長くならないようにしますので、ね、で あの、早速と言いたいとこなんですが、ちょっとね、皆さんにお聞きしたいことがあって、皆さん、受験サプリってご存知ですか受験サプリです。もしかしたら、聞いたことあるっていう方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、あの、ツイッターの広告で最近いっぱい出てきたりとか、テレビ CM もしているので、ね、あの、耳にしたことはね、あるかもしれないけどあの、簡単に言うとね、リクルートっていう会社が提供してるサービスで、月に980円で、 あのね、大学、えっと、高校生向けの授業が見放題なんです。いっぱい授業あるんですけど、動画授業が見放題っていうサービスをしてるのね。あ、でもそれに出るんじゃないよ、俺。違うよ。それじゃないんだけど。えそういうのがある。受験サプリっていうのが。で、な、あ、何年前かな。ちょっと忘れちゃいましたけどで、すごい人気のサービスなの、それが。で、今回、そのリクルート。 がですね新しいサービスを今日3月2日になんかね記者会見もするって言ってたんでこの動画配信してる時はもしかしたら記者会見の模様とかニュースでやってるかもしれないちょっと分かんないけどねかもしれないんですけどあの勉強サプリっていう新しいサービスが始まります今日からでそれ何かっていうと対象が中学生なんです同じシステムとしては動画授業を配信するっていうねあの見放題っていう授業のねサービスなんですけど対象が中学生用の授業になります でででそここの勉強サプリで私配置講師先生としててて参加させいいいただいておりますすはい、これが報告ですあのツイキャスとかツイッターをあの見てくれたりとかそのツイキャスにね遊び来てくれてる方はご存知かと思うんですけど俺ね毎週土曜日に東京に仕事に行ってたんですであの具体的なことは言えないってずっとはぐらかしてきたんですが実はそれの撮影に行ってたんですというか今も行ってるんですけどまだ続くんで俺撮影が。 そ,うそれに言ってるの。そうそうそう。ごめんね。ずっとはぐらかしててね。ちょっと申し訳なかったんですが、あの言っちゃいけないことだったので、今日まで。そう。で、えー、科目はですね、なんと英語なんです。はい。これも俺のことを詳しい方は、えって思う子もいるかもしれないけどね。で、あのね、撮影の裏話とか、なんで英語やねんみたいなことの裏話は、またい,い,つであのいつで話すから、ちょいちょいダラダラ,ラジオでね。まあ、そっちはまあ楽しみにしといて、多分ツッコミみたい気持ちもあると思うんですけど。で、英語で、 どんな授業をするかっていうと、みんなが使ってる教科書で授業します。俺は。例えば文法の授業とかではなくって、教科書の授業なの。でね、もしかしたらその英語って聞いた時に、いやいやハイチさん YouTube で英語出してるじゃないですか、みたいな。ね、思う子もいるかもしれないんですが、そうなんです。あのー、自分中1から中3年、ね、全部取り終わってるんであるんです。俺の授業。 で、あの、その勉強サプリもね、やっぱり月に980円かかるんですよ。でも最初の1ヶ月無料なんですけど、今無料だからね、なんですけど、あの、じゃあお金払うより、YouTube でええじゃんっていう感じもね、すると思います。けど、なんで今回、俺がそのね、リクルートさんの仕事、もちろんちょっとね、いろいろあったんですけど、なんでお受けしたかっていうと、教科書の授業って、俺の YouTube にはないんです、実は。なぜなら、著作権で絶対できないから。 はい、じゃあ、この教科書の何ページのこの本文あるからここやりますとか。絶対やっちゃいけない。YouTube で。ね。で、だから差別化ができると思って。俺が YouTube、個人の活動では絶対できない授業だから。なので、お受けしました。で、その授業やってる。で、具体的には教科書2社分です。俺がやってるのは。サンシャインっていう教科書とニュークラウンっていう教科書。だから、もしかしたら、あれ、私の教科書違うってね、ゆくもいるかもしれないんですが、 そのサンシャインとニュークラウンの2社分の中1から中3の教科書、と授業やってると。で、あの普通にね、えー、とプログラム3の2やるよとか <laughs> っていう感じでやるの。単語やったり、本文やったりね。ただ、あのね、いろいろね、なんかいろいろ細かくって、本文全部はできないんです。そう。だから見たら、本文全部訳してもらえるとか、それはない。そう。でも、俺が大事だと思った本文の2行とか3行分を取り上げて、 ここのこれがポイントだよって、ここはこう訳すといいよなんていうのを適一付きで配信しております。はい。なので、もしよかったらちょっと目を通してもらえると嬉しいなと思います。でね、さっきも話したんですけど、あの、本当は980円です。一月うん。あのね、ひいき目なしで、それでもすごいいいサービスだと思う。やっぱり教育ってすごいお金がかかる。特に塾とかさ、やっぱそうでしょお金かかるじゃないですか。でも、やっぱ自分よりも全然上手い授業される人いっぱいいるんだよ。 なんだって俺最年少だから今回勉強サプリの先生で一番下な年下なんだけどベテランの先生もたくさんいらっしゃってやっぱり見たら分かりやすいよほんと数学も理科も国語も全部でそのねなんだろうそれも見てほしいしでそれが見放題で980円だったら安いなとも思うんですけどあとその今日配信が始まって3月中に会員登録した場合は1か月無料なんですよ でしかも3月中にかな、確か。ちょっとちゃんとね、見てほしいんですけど、登録の時に。3月中に大会、やめた場合は、確かにお金1円もかかんないはず。確か、ごめん、この確かなんだけど。なので、あの1ヶ月は0円で、無料でね、見ることができるので、俺のスーツ姿で、しかも黒板で、しかも、不姿が全部映ってる状態。もうね。 超テンパってて、すごい猫背でっていう授業をしてもらそう、私。俺猫背なんだよね、めっちゃね。そうそう。そんな授業をしてるんですけど、あ、ハイチさん、あたふたしながら授業してるっていう感じの姿も見れると思いますし、さっきも言ったように、他の素晴らしい先生の授業も見れますので、もしよかったら下にリンク貼ってあるんで、そこからちょっとポチッと見てみてください。で、あの、ちょっと見てもらって、あ、これいいかもと思ったら、少し続けてもらえたらなとは思っております。 ただね、一個だけちょっと言っておくことがあって、あの、たまにね、こういうのがあると、あの、会員登録いっぱいしたりすると、ハイチさんにプラスになるんですかとか、なんか表彰されたりするんですかなんて言ってくださる方がね、いるんですよ。ちょっと似たようなこともあったんで、前に。あるんですけど、あの、それはないです。なので、あの、自分で言うのもあれですけど、俺のために会員登録をしようとかっていう気持ちはなしでお願いします。純粋に今無料なんで、ちょっと見てもらう。 ね、登録一回してもらって見てもらって自分に役に立ちそうあとは親御さんであれば自分のお子さんに会うなっていいんじゃないかなと思われる場合は続けてみてくださいで少しお金がかかっちゃうんですけどもし許されるんであれば最初のテストまではぜひ使ってみてください最初の1ヶ月だけとかで判断せずに使ってもらえてそこで「あこれテスト勉強の時に使える?」って「使えない?」が判断できると思うんですね なのでそこで判断してもらえたらと思っております。では今回のハイチのダラダラジオ第75回ハイチがまるに出ますというテーマで喋らせていただきましたえ。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。ごめんね、報告と告知だけになってしまったんですけど。で、次回なんだけど、次回3月5日でしょちょちょちょ、3月8日でしょで、その次が15なんですが、 8日か15日、ど、ちょっとね、まだ決まってないんですけど、どちらかで、あの、ハイチのダラダラジオ、ここでね、卒業式を行います。あの、去年も行いましたけど、あの、今年もやってくださいっていう、ね、あの、みんなが言ってくれたので、ほんとはね、やるか迷ったんですよ、ちょっと。でも、すごい、あの、みんなが言ってくれたので、卒業式を行いますので、ちょっとね、あの、心に留めて、楽しみにしてもらえたらと思っております。 では、今回も、ここ、んちょ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 、なんか間違えた最後。<laughs> で、今回はね、この辺で終わります。以上です。ありがとうございました。